各部隊は11日の朝5時、武器山に顔を揃えた。同時に我が軍は飛行機で降伏勧告をしたが、11日の夜になっても返事が来ない。そこで砲兵も堂々攻撃を始め、今までにない激烈さを加えてきた。敵も300に近い火砲で武器山高地に集中射撃してくる。14、15日と逐次勇敢な行動で圧迫していくうち、とっておきの〇〇銃砲が戦場に到着した。この〇〇銃砲に市内のめぼしい大きな軍事施設を片っ端から潰させた。15日午前10時を期して最後の突撃をすることになったが、猛烈を極める集中射撃で午前10時はおろか、正午になっても3時になっても一人でも動き出すと一斉に集中射撃を受ける。一旦私は軍司令部に戻って班を立て、再び夕方近く車を飛ばして丸々兵団司令部に入っていくと、牟田口部隊長は今から第一線に出るというところであったが、私は閣下が今第一線に出られるのは適当な時期ではない、それに今兵団長が第一線に進出されると部下の連隊長は突撃時期が伸びているので激励特戦に来られたのかと思って余計な無理をして強行攻撃をやり、不必要な損害を出すかもしれない。今は不適当です。身を朝にしてくださいというようなことを申し上げた。すると兵団長は兵団司令部のテントの中に黙念と立って聞いておられたのに、ほろりと涙を落とされた。丸丸君、俺はそんな気持ちで第一線に出るのではない、決して特戦などというケチな考えで一線に出るのではないし、また俺の部下は俺の第一線進出を知って特戦に来たなどと水臭い気持ちや考えを持つ者は誰一人おらん。おそらく今夜部下の連隊は軍旗を先頭に決死の突撃をやるだろう。そうすれば連隊長、大隊長をはじめ部隊将兵の多くが戦死をするに違いない。俺は部下将兵が戦死する前に一目会って手を握って、そして立派に戦死させてやりたい。俺の気持ちは皆部下がよく知っていてくれる、喜んで迎えてくれるだろう、俺も安心して行けると言われ、またほろりと先人にまみれたしゃがんに涙を落とされ、私も思わずもらい泣きした。これこそ本当の武人の情であろう。私は涙が流れてしようがなかった。悠然と嬉しさが胸に満ち満ち、もはや言うことはない、兵団長閣下、第一線に出てやってください。兵団長も嬉しそうにうなずかれた。午後4時10分、猛攻に耐えかねて敵将パーシバルはついに白旗を掲げて投降してきた。山下最高指揮官はフォード工場においてパーシバルを引見した。
寺内大地とその参謀長は陸軍中将深田治内。はい、シンガポールを津、イギリス東亜侵略の拠点シンガポールを津、昭和の空から全世界の空にシンガポール陥落のニュースが飛ぶ。Singapore has fallen. Singapore has fallen. The enemy forces at the fort of Singapore was forced to surrender unconditionally to the Japanese forces in Malaya at 7:50 p.m. on the 15th. Pasukan-pasukan bala tentara musuh di benteng Singapura terpaksa menyerahkan diri kepada pasukan-pasukan bala tentara. 马来方面的日本陆军部队今天二月十五号下午七点五十分钟阻止新加坡岛要塞敌军无条件。大本営発表2月17日正午、シンガポール東方は離婚湘南投降と呼称することに定められたり、2月16日八国も大元水平化には陸海軍幕僚長を召させられ、南方方面陸軍最高指揮官並びに連合艦隊司令長官に対し、東亜におけるイギリスの根拠含めつを深く誤箇所をあらせられ誘惑なる直後を保。ついで18日第一次戦勝祝賀会のその日、大内山の緑ひとしをこきこの明日、球場前を埋め尽くす国旗の波、民草の群れ。アーカ四国もこの時、天皇陛下にはご愛馬白雪に召させられ、二重橋の橋上に棺をあらせられ、一億民草の唱え奉る慶祝の万歳に御挙手の礼を賜いたもう。大元帥陛下の尊き御栄誌を仰ぎ奉り、民草の目は潤み捨てずして君がよ東京の塔を湧き上がる。